あら、まさに狐につままれる。出ました。これがですね、下半期一押しのギャグです。これいいでしょ。狐につままれる。やりましょうか、早速。下半期も絶不調なお方だが、今回は本当に困難な事態が待ち受けていた。来ました。投げるボールはもちろん、一度切れたら止まらない男、東尾治さんと、お父さんだけではあまりにも不安なので長女の莉子さんが今日のターゲット。あの石田純一との確執に迫る。ちょっとですね、タクシーの方にもう用意しております。乗ってください。はい、乗ってください。乗ってください。もう言わさず、はい、はい、乗ってください。すいません、申し訳ないです。そしてもう行きましょう。はい、はい、はい。さあ、それでは運転手さん、これまっすぐ行って、そして左、お願いします。はい、はい、お願いします。とりあえず、東尾親子の拉致に成功。実は以前に、はい、あの石田純一さんもそうです、見させていただいたことがあって。聞いてます、聞いてます。主人も結構スピリチュアルなんですよ、うんうん、スピリチュアル、お父さんがスピリットスピリットスピリットもらう、違う、それマー君の得意な球で違うんですよ。チエさん、はい、チエちゃんというのチエと申します、はい、そういうのってどこから出てくるの。あ、わ、いや、もう普通に歩いててもあれって、嘘だ。いやスペシャルなど全く信用していないこの男、おさむの衆、アシュラの衆、そう、まるで刀身のごとく歩んだ人生はまさに修羅場の連続。手塩にかけた一人娘はあのプレーボーイ石田純一と結婚。当時相当冠だったおさむさん、しかし孫が生まれた今、石田純一との確執はどうなったのか。その真相は、石田と結婚するときでも血を払えなと許すのと両方でしょうけど、終身刑みたいなもん、終身刑みたいなもん、なんとまるで囚人のような気持ちを抱いているという東尾治。今夜は石田ファミリーの知られざる愛と憎しみの本音に知恵が迫る。ビーチュアルター、はい、さあ早速ね、ちょっと始めたいと思います、はい、まずちょっとちえちゃん、はい、お二人皆さんちょっと、本当ちょっと消しといてパパも電話するからね。だめだ、ちょっと待って、ちょっと待ってじゃん。どうぞどうぞ、はい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 、収録中なんで切ります。え、誰収録中なんで切ります。収録を遮ってまでよほどの緊急事態に違いない。全然大丈夫。あ、セコムさん、はい、セコムさん、すいません、はい、仕事中なので。何かありました？不機嫌そう。保育園。あ、ねえ、ちょっとじゃあ待ってください。私すぐじゃあ女房の方に電話しますので、折り返しまた電話させてもらいます。すいません。ワンちゃん。いや、セコムが来て、お前、はいはい、女房は機嫌悪くなんか対応してくれないんだっていうか。セコム。どうやら警備会社と奥さんがトラブっている様子。おさむさんは奥さんにすぐ電話すると、仕事してるっつってんの、うるさいけど今もまあもう途中なんだから。それでセコムから電話かかってきてすごいリアル、お前が対応してくれないって困ってたから。ミスターですか、セコムしてますか、ちゃんと話してって、こっちが仕事中なんだから。うちの母がちょっともうバカというか、いや、いいんですよ全然。まさにおさむの名のごとく、なぜか修羅場になる男、それが東尾治。すいません、偉いすいません、全然いいですよ、家のことで。早速行きましょう。ダウンロード、知恵の不思議な能力の一つ、ダウンロード。まずは東尾親子のプライベートでの関係性を見抜くという。
スピリチュアルを初めて体験するおさむさん。すると、いやまあまあ一応集中してるんですけど、終始挙動不審なおさむさんを見て知恵が、なんかそのなん結構厳しかったりとか怖いイメージなんですけど、全然、うん、なんだろう、叱らなかったですよね。そのはい全然はい、なんか一回しかないよ。そうあれあったっけ、俺酔っ払って夜中お前の部屋入ってって上こう抱きつきに行ったら、うん、酔っ払って酒臭いから怒られた。それ今の話からして親が子供を叱ったのに親が子供を叱ったのに、もう大正解だって関係ない真逆の話や。ほんでまたかっこ悪いエピソードやいらんわそのエピソード。ほんまあのおさむさんが娘には一度も怒らないパパだったことを言い当てた知恵。さらにお墓か仏壇に関するなんかそのお話って最近出ましたか、家族の間とかで。何なんだろう、私出た昨日、主人の母の命日で、でお墓参りいつ行くかみたいな話をしてました。そう、それでなんかたまたまさっき見ててパンって出てきて、昨日話した会話さえ見抜かれ2人は言葉を失う。この後東尾治初めてのスピリチュアルで本音をぶっちゃけまくる。石田と結婚する時にも、うん、いくら反対してもダメだろうなって思ったんですけど、許す許さないという問題じゃないです。終身刑みたいなもん。2人の本当の関係が明らかに。お墓か仏壇に関するなんかそのお話って最近出ましたか、家族の間とかで。何なんだろう、私出た昨日、昨日交わした会話さえも言い当てられ、もはや訳がわからない様子の東尾親子。その他ちょ、ちえちゃんどうですか、ちょっとその守護霊的なちょっと後ろに何か見えるもん、はいはいはい、そういうのもね、ちえちゃんちょっと見えますから。今度は東尾親子を守る守護霊の特徴を言い当てるという。守護霊って一人だけじゃなくていっぱいいろんな先祖さんがいるんですけど、はいはいはい、特にあのおじいちゃん結構長生きした方じゃないですか。あ、おじいちゃん、おじいちゃん、何歳だっけ。あ、長生きした。90ぐらいまで生きてた。ほら、親父がね。うん。すごいなんか溺愛してたんじゃないかなって感じるんですよね。なんかおかしい。これとにかく心配なのか、なんかすごい家族どうなんだろうなとかちょっと気にしたりとかする人だなって感じるんですよね。おじいちゃん。こまめにっていうかなんかね、うちの親が。まあ、田舎の実家の方で夜寝る前にこう家の周りを家の中をこうずっと一通り見て回ったり、こう徘徊するんじゃないけどこうずっと見て回った。用心深い。なぜ会ったこともないのに親父の特徴が分かるのか全く理解できないおさむさんは、さらに知恵はオーラから本人たちしか知らないはずの秘密に迫る。まずはリコさんから。なんかあれですね、おじいちゃん、ほっといてくれよ。分かってますけど、動きが非常にね、気になる一個一個の
動きが。ちょっと何言ってたの。どうですか。はい、でもあの、うん、テレビとかで拝見してたイメージと違って、なんかすごいなんか石田さんが自由にやっててそれを支える人なのかなって思ってたら、うん、逆で逆石田さんすごい優しいんですよね。とにかく、うん、あのリコさんが中心にいてそれを支えてるような感じで、すごい強い、うん、強い人だなって感じましたね。はい、おっしゃる通りですよね。おっしゃる通り強い意志はすごい強いですし、あのイエスかノーかみたいな、はっきりとしないの嫌ですし。そんなリコさんのオーラは、ね、そんだけこんな感じですね。リコさん私から見るとよっしゃ、はい、はい、こういう赤がとにかく強くて、あの曲がったことが嫌いだったりとか、そういう強さの意味なんですけど、イメージと全然違かった。すごい、はい、基準の方だなっていうのを受けましたね。柔和なイメージのリコさんだが、そのオーラはやはり修羅の娘。するとリコさんが父おさむさんの前で、けど石田純一が付き合ってきてる女性ってみんな強くて意志がはっきりしててきつそうな感じじゃないですか。そこに私乗っかってるんですよ、ちゃんと。いや乗っかってるから、それを踏まえた上でおおらかでこの支えるイメージじゃないんですね。ああ、乗っかってる。ほんでなんでおじいちゃん落ち込んでるんですか。落ち込んでるじゃない、どうしたんですか。余計なこと言っちゃいけないんですか。グッとね。リコさんは石田の歴代の彼女たちにも負けない修羅のごとき強さを持つ炎のオーラの持ち主だった。続いてはおさむさんのオーラを絵に表すことに。すると知恵が意外な事実を口にする。こんな感じですね。だから、まあの、うん、あの石田さんとあのお父様似てますよ。え、もう緑色がもう石田さんとそっくりなんですよね。純一様、はい、実は以前石田純一のオーラを見ていた知恵、オーラの色だけで言うと、はい、もうすごく綺麗な、なんか草原みたいな緑色なんですよね。なんとおさむさんと石田純一のオーラの色は全く同じなのだという。するとリコさんが、あのまず顔からちょっと似てません？あらら、確かに一時期ちょっとね、あ、なんちゅう顔してんねん。父が若かった頃とか、はい、主人も父になんか似てるって言われたらしいですし、はいはいはい、これは後日リコさんが送ってくれた若い頃のおさむさんの写真、現在の石田純一と比べてみると確かに顔や子供への溺愛っぷりも売り二つ。しかしそんな中、おさむさんにはどうしても気になることが。なんで俺は足までないの？あの細かい。だいたいだいたいだいたい。いや、そんなサーモグラフィーじゃないから。別にこれ体温測ってるわけじゃないんで。男のくせに、ね、手足冷たい。男のくせにいいでしょ。でこれ触って冷たい。わ、冷た。どうでもいいわ。そんな。そしていよいよここで本題、知恵が東尾治と石田純一の確執に迫る。でも結構早い段階に、うん、もう多分自分で決めたことだからそうなるんだろうなってさ悟ってた。その通りです。そう多分もうこの子は、うん、もう決めたら絶対になんかもう押し通すじゃないですけど、うんうん、もう決めたことは最後までそうする子だからって言って、うん、許すんですけど、しようがないなと許すのと両方でしょうけど、はいはい、そこまで行くのにはちょっと時間かかりますよね。やっぱね、そりゃそうでしょうね。ちょっとだけね、はいはい、どのぐらい、どのぐらいだろう、終身刑みたいなもんでちょっとまあ今からこれからもこれからもいやでも本当にね、何て言うんだろう、石田と結婚するときでもいくら反対してもダメだろうなってもう最初からもう思ってましたからね。はあ、子供の時からのそういう心の強さを見て、当時は結婚に猛反対していたというおさむさん。あれから3年、初孫にも恵まれたおさむさんが
今石田純一に思うこととは、まあ孫ができて、うん、なんて言うんだろう、ものすごく嬉しいし、うん、許す許さないという問題じゃないですよ。なくなってきたですね、やっぱりお前も大変だなって。ああなるほどなるほど、だから子育てし、そうですね、年齢も年齢陸はいて、はい、頑張れよって、頑張れよと、体に気をつけて頑張れよ、そうですね、お父ちゃん頑張らんとあかんと、いいですよね、そういう風になったというのは莉子さんから見ても。そうです ね、 ねけど意外と最近まで出身系のあれだったんだなって、この孫ができてなかったらどうなってんだろうっていう、あ親としてっていう。なるほどなるほど、せめての親の体、まあなんていうかこう抵抗、そう、うん、こういう意味で知恵の能力を認めたのか、自らの本音を語ったおさむさん。まあ同じドジもするし、何自分でうんって終わらしてんの。いやいや、実はこの余計な一言でいい、七色の女性とおさむさんの恥ずかしい過去が次々とほじくり返される。それぐらいにしろっていう姿勢が来ました今からは。若かりし頃のプレイボーイぶりを暴露。何自分のことを肯定してるの。やっぱりおさむさんと石田純一はそっくりだった。しょうがないなと許すのと両方でしょうけど、お前も大変だなって。ああなるほど。スピリチュアルなど信じてなかった東尾おさむさん、知恵の能力を認めたのか、石田純一への意外な本音を告白し始めた。ただやっぱりそのね、石田純一さんというのはプレイボーイとかね世間で言われてるけど、そのどうですか。いやプレイボーイの方がいいですよ。プレイボーイ、これちょっと名言出してちょっと聞きましょう。遊びを知らない男は一緒になったらつまんないし、多分家の中面白くないと思う。自分のことを肯定してる。急に方向が、いや私は離婚してませんから、はい、立場が違う。離婚しなくてもまあ同じドジもするし。本音が過ぎたおさむさん、この一言で自ら泥沼にはまることになる、ね、そりゃもうプロ野球選手で大エースですから、そりゃもう七色の女性と、7つの都市で、うわそれぐらいにしろっていう姿勢が来ました今。そう、おさむさんと石田純一はオーラも女性関係もそっくりだった。すると突然知恵がおさむさんを見つめ始めた。その体はちょっとなんかそのこの辺なんか多分タバコとかで甲状腺っていうのかな、私ですか、はい、はい、あこの辺であったりとか、あと、はい、あの肝臓っていうの、そろそろタバコ、ほらいや何でも来いよ。お兄ちゃん、私は見えてる数字っていうのはありますからね。でもその数字に出る前にちょっともうなんかお酒とかタバコとか控えた方がいいかもしれない。それは気をつけますよ、ね、もう日頃気をつけて、気をつけてないでしょ何にも。何か減った、何がお酒かタバコか、うんか何か減った。いやうんは減ったけど、タバコもお酒は減った。俺も減った、うん、だからストライクゾーンで声がちっちゃい。これ分かった、やっぱり莉子さん強いわ。突然東尾様の対象について指摘した知恵、実はこれにはあるわけが。もしかしたらもう一人ぐらいいけるかもしれない。やったー、はあ、行けたら行きたいですね。なんかずっとその思いがあると思うんですけど。ああなるほど。でその逆に長生きしなきゃいけないから、うん、体でももうあのちょっと気をつけた方がいいなっていうのが、はい、そう、知恵には石田家に新たな家族が誕生する姿が見えていたというのだ。しかしその言葉におさむさんは、
どう嬉しい、うん、この鳥やったらいいけどカラスじゃないだろう。いやなわけないでしょ。なわけないでしょ。いや石田はカラスみたいなやつやから。いやおじいちゃん似てるんですから。もうすっかり地位に感服してしまったおさむさん、どうしても聞いてみたいことがあるという。2つあっていい？2つでも大丈夫。はい、欲張りだな。そういうスピリチュアルを生まれて初めて体験した東尾修、一体何を聞きたいというのか。11月の5日は孫の誕生日なんです、はい、何をしようかなとプレゼントのと思うと、それは待ってそれは分かる。まだ喋れない赤ちゃんの言葉分かる。ちえちゃんそれ分からん。そこは分からん。どうもスピリチュアルをあまりよく理解していなかったようだ。そしてこの後東尾修が NG ワードをぶっかむ。もう一つは、はい、今年の正月はね、いい思いで過ごしたいんで、ちょっとこう教えてほしいんです。教えらんないです。そんなの教えられない。知恵を困惑させた質問とは一体。東尾修63歳、知恵に禁断の質問。もう一つは、はい、今年の正月はね、いい思いで過ごしたいんで、色は教えてほしいんです。今年の正月楽しく過ごしたいんで、ね、色を教えてほしい、ラッキーカラーを。ラッキーカラー、いや、こう参考にしようかなと思う。何をしようとしてる。いやいや、まあ、深く追求しないといけない。ちょっとなんか分かるんですか、これ、ね、おそらくな、ね、どっかカジノ行こうと思ってるな。言うなよそれ。かなり邪念が入ってるけど、本人邪念入ってるけど、いいですよ。それは分かる。教えらんないです。こうして東尾修のスピリチュアル初体験終了。果たして知恵の能力をどう見たのか。僕はねちょっとその占いとちょっと違うと思うんですよね。本当にね次から次へそのものズバリだし、あれ最初何喋ったかなってね忘れるぐらい楽しかったですよ。なんと知恵はあの東尾修をも虜にした。コーン、あら、まさに狐につままれる。出ました。これがですね下半期一押しのギャグです。これいいでしょ、狐につままれる。やりましょうか早速。下半期も絶不調なお方だが、今回は本当に困難な事態が待ち受けていた。来ました。ああどうも。ああどうも。東尾親子すいません。我々押しかけスピリチュアルでございます。投げるボールはもちろん、一度切れたら止まらない男東尾修さんと。お父さんだけではあまりにも不安なので長女の莉子さんが今日のターゲット。あの石田純一との確執に迫る。ちょっとですねタクシーの方にもう用意しております。乗ってください。はい、はい、乗ってください。もう有無を言わさず、はい、はい、乗ってください。すいません申し訳ないです。そしてもう行きましょう。はいはいはい。さあそれでは運転手さん、これまっすぐ行って、そして左お願いします。それだけ。はいはい、お願いします。とりあえず東尾親子の拉致に成功。実は以前に、はい、あの石田純一さんもそうです、見させていただいたことがあって。聞いてます。聞いてます。主人も結構スピリチュアルなんですよ、うんうん、スピリチュアル。お父さんがスピリットスピリットボール。違う、それマー君の得意な球です。違うんですよ。知恵さん、はい、知恵ちゃんっていう。知恵と申します、はい、そういうのってどこから出てくるの。あ、わ、いやもう普通に歩いててもあれって。嘘だ。いやスピリチュアルなど全く信用していないこの男。おさむの衆はアシュラの衆。そうまるで刀身のごとく歩んだ人生はまさに修羅場の連続。手塩にかけた一人娘はあのプレーボーイ石田純一と結婚。
当時相当冠だったおさむさん。しかし孫が生まれた今、石田純一との確執はどうなったのか。その真相は、石田と結婚するときでも中央がないなと許すのと両方でしょうけど、終身刑みたいなもん、終身刑みたいなもん、なんとまるで囚人のような気持ちを抱いているという東尾修。今夜は石田ファミリーの知られざる愛と憎しみの本音に知恵が迫る。スピリチュアルタイム。はい、さあ早速ね、はい、ちょっと始めたいと思います、はい、まずちょっと千恵ちゃん、はい、お二人皆さんちょっと、はい、本当ちょっと消しといてパパと電話するからね。だめだよ、ちょっと待って、ちょっと待ってじゃん。どうぞどうぞ。はい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 、収録中なんで切ります。え、誰収録中なんで切ります。収録を遮ってまでよほどの緊急事態に違いない。全然大丈夫。あ、セコムさん、はい、セコムさん、すいません、はい、仕事中なので。何かありました？不機嫌そう。保育園。あ、ねえ、ええ。ちょっとじゃあ待ってください。私すぐじゃあ女房の方に電話しますので、ちょっと折り返しまた電話させてもらいます。すいません。ワンちゃん。いや、セコムが来て、お前、はいはい、女房は機嫌悪くなんか対応してくれないんだっていうか。セコム。どうやら警備会社と奥さんがトラブっている様子。おさむさんは奥さんにすぐ電話。すると、仕事してるっつってんの、うるさいけど今もう、まあ、もう途中なんだから。それでセコムから電話かかってきてすごいリアル。お前が対応してくれないって困ってたから。ミスターですか、セコムしてますか。ちゃんと話してるよ、こっちが仕事中なんだから。うちの母がちょっともうバカだよ。いや、いいんですよ、全然。まさにおさむの名のごとく、なぜか修羅場になる男、それが東尾修。すいません、すいません、全然いいです。家のことで早速行きましょう。ダウンロード、知恵の不思議な能力の一つ、ダウンロード。まずは東尾親子のプライベートでの関係性を見抜くという。スピリチュアルを初めて体験するおさむさん。すると、いや、まあまあ一応集中してるんですけど。終始挙動不審なおさむさんを見て知恵が、なんかそのなん結構厳しかったりとか怖いイメージなんですけど、全然、うん、なんだろう、叱らなかったですよね、その。はい、全然、はい、なんか一回しかない、ね、そう。あれあったっけ。俺酔っ払って夜中お前の部屋入ってて、上こう抱きつきに行ったら、うん、酔っ払って酒臭いから怒られた。それ今の話からして親が子供を叱った。親が子供を叱った。もう大正解だって。関係ない、真逆の話。ほんでまたかっこ悪いエピソードや。いらんわそのエピソード。あのおさむさんが娘には一度も怒らないパパだったことを言い当てた知恵。さらに、お墓か仏壇に関するなんかそのお話って最近出ましたか、家族の間とかで。何なんだろう。私出た昨日。え、主人の母の命日で、でお墓参りいつ行くかみたいな話をしてました。そう、それでなんかたまたまさっき見ててパンって出てきて、昨日話した会話さえ見抜かれ、二人は言葉を失う。この後、東尾修初めてのスピリチュアルで本音をぶっちゃけまくる。
石田と結婚する時にも、うん、いくら反対してもダメだろうなって思ったんですよ。許さないという問題じゃないです。終身刑みたいなもん。二人の本当の関係が明らかに。お墓か仏壇に関するなんかそのお話って最近出ましたか、家族の間とかで。なんなんだろう。私出た昨日。昨日交わした会話さえも言い当てられ、もはや訳がわからない様子の東尾親子。その他ちょっと千恵ちゃんどうですか、ちょっとその守護霊的なちょっと後ろに何か見えるもん、はいはいはい、そういうのもね千恵ちゃんちょっと見えますか。今度は東尾親子を守る守護霊の特徴を言い当てるという。守護霊って一人だけじゃなくていっぱいいろんな先祖さんがいるんですけど、特にあのおじいちゃん結構長生きした方じゃないですか。あ、おじいちゃん何歳だっけ。長生きした90ぐらいまで生きてた。あら、親父がね、うん、すごいなんか溺愛してたんじゃないかなって感じるんですよね。なんかわかんない、すごいとにかく心配なのか、なんかすごい家族どうなんだろうなとかちょっと気にしたりとかする人だなって感じるんですよね。おじいちゃん、うん、こまめにっていうかなんかね、うちの親が、まあ、田舎の実家の方で夜寝る前にこう家の周りを家の中をこうずっと一通り見て回ったり、こう徘徊するんじゃないけどこうずっと見て回った。用心深い。なぜ会ったこともないのに親父の特徴が分かるのか全く理解できないおさむさんは、さらに知恵はオーラから本人たちしか知らないはずの秘密に迫る。まずはリコさんから。なんかあれですね。おじいちゃん、ほっといてくれよ。分かってますけど動きが非常にね気になる。一個一個の動きが。ちょっと待って、どうですか。はい、でもあの、うん、テレビとかで拝見してたイメージと違って、なんかすごいなんか石田さんが自由にやっててそれを支える人なのかなって思ってたら、うん、逆で石田さんすごい優しいんですよね。とにかく、うん、あのリコさんが中心にいてそれを支えてるような感じで、すごい強い人だなって感じましたね。おっしゃる通りですね、おっしゃる通り。強い意志はすごい強いですし、あのイエスかノーかみたいな、はっきりとしないの嫌ですし。そんなリコさんのオーラは、ね、そんだけこんな感じですね。リコさん、私から見るとよっしゃ、はい、はい、こういう赤がとにかく強くて、あの曲がったことが嫌いだったりとか、そういう強さの意味なんですけど、イメージと全然違かった。すごい、はい、基準の方だなっていうのを受けましたね。柔和なイメージのリコさんだが、そのオーラはやはり修羅の娘。するとリコさんが父おさむさんの前で、けど石田純一が付き合ってきてる女性ってみんな強くて意志がはっきりしててきつそうな感じじゃないですか。そこに私乗っかってるんですよ、ちゃんと。いや乗っかってるから、それを踏まえた上でおおらかでこの支えるイメージじゃないんですね。ああ、乗っかってる。ほんでなんでおじいちゃん落ち込んでるんですか。落ち込んでるじゃない、どうしたんですか。余計なこと言っちゃいけないと思ってグッとね。リコさんは石田の歴代の彼女たちにも負けない修羅のごとき強さを持つ炎のオーラの持ち主だった。続いてはおさむさんのオーラを絵に表すことに。すると知恵が意外な事実を口にする。こんな感じですね。だから、まあの、うん、あの石田さんとあのお父様似てますよ。え、
もう緑色がもう石田さんとそっくりなんですよね。純一さんも、はい、実は以前石田純一のオーラを見ていた知恵。オーラの色だけで言うと、はい、もうすごく綺麗な、なんか草原みたいな緑色なんですよね。なんとおさむさんと石田純一のオーラの色は全く同じなのだという。するとリコさんが、あのまず顔からちょっと似てません？あらら、ね、確かに一時期ちょっとねあーなんちゅう顔してんねん。父が若かった頃とか、はい、主人も父になんか似てるって言われたらしいですし、はいはいはい、これは後日リコさんが送ってくれた若い頃のおさむさんの写真。現在の石田純一と比べてみると、確かに顔や子供への溺愛っぷりも売り二つ。しかしそんな中、おさむさんにはどうしても気になることが。なんで俺は足までないの？あの細かい。だいたいだいたいだいたい。いやそんなサーモグラフィーじゃないから。別にこれ体温測ってるわけじゃないんで。男のくせに手足冷たい。男のくせにいいでしょ。これ触って冷たい。まあ冷たい、どうでもいいわ。どうでもいいわそんな。そしていよいよここで本題。知恵が東尾さむと石田純一の確執に迫る。段階に、うん、もう多分自分で決めたことだからそうなるんだろうなって悟ってた。その通りです。そう多分もうこの子は、うん、もう決めたら絶対になんかもう押し通すじゃないですけど、うんうん、もう決めたことは最後までそうする子だからって言って、うん、許すんですけど、しょうがないなと許すのと両方でしょうけど、そこまで行くのにはちょっと時間かかりますよね。やっぱね、それはそうでしょうね。ちょっとだけね、うん、はいはい、どのぐらい、どのぐらいだろう、うん、終身刑みたいなもんで、ちょっとまあ今からこれからもこれからもいやでも本当にね、はい、なんて言うんだろう、石田と結婚するときでも、うん、いくら反対してもダメだろうなってのも最初からもう思ってましたからね。はあ、子供の時からのそういう心の強さを見て、うん、当時は結婚に猛反対していたというおさむさん。あれから3年、初孫にも恵まれたおさむさんが今石田純一に思うこととは。まあ孫ができて、うん、なんて言うんだろう、ものすごく嬉しいし、うん、許す許さないという問題じゃないですよ。泣くからね。ちょっと待って。ちょっと待ってじゃん。どうぞどうぞ。はい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 。収録中なんで切ります。誰収録中なんで切ります。収録を遮ってまで、よほどの緊急事態に違いない。全然大丈夫。あ、セコムさん、はい。セコムさん、はい、大変だ、大変だ。すみません、はい、仕事中なので。何かありました？不機嫌そう。保育園。あ、ねえ、ええ、ええ、ええ。ちょっとじゃあ待ってください。私すぐじゃあネオムの方に電話しますので、折り返しまた電話させてもらいます。すみません。ワンちゃん。いや。セコムが来て、お前、はいはい、女房は機嫌悪くなんか対応してくれないんだっていうか。セコム。どうやら警備会社と奥さんがトラブっている様子。おさむさんは奥さんにすぐ電話。すると、仕事してるっつってんの、うるさいけど今もまあもう途中なんだから。それでセコムから電話かかってきて、すごいね。お前が対応してくれないって困ってたから。ミスターですか、セコムしてますか。ちゃんと話してるよ、こっちの仕事中なんだから。うちの母がちょっともうバカだよ。いや、いいんですよ、まさにおさむの名のごとく、なぜか修羅場になる男、それが東尾おさむ。すいません、偉いすいません。全然いいですよ、家のことで。早速行きましょう。ダウンロード、うん、知恵の不思議な能力の一つ、ダウンロード。まずは東尾親子のプライベートでの関係性を見抜くという。スピリチュアルを初めて体験するおさむさん。すると
すみません。何戦いやってるんですか。おじいちゃん、おじいちゃん、何一人でそわそわして今やってますから。どうしたどうした。いやごめんごめん、いや見えないといけないからと。いやまあまあ一応集中してるんですけど。終始挙動不審なおさむさんを見て知恵が、なんかそのなんと結構厳しかったりとか怖いイメージなんですけど、全然、うん、なんだろう、叱らなかったですよね。そのはい全然はい、なんか一回しかないね。そう、あれあったっけ。俺酔っ払って夜中お前の部屋入ってて上へこう抱きつきに行ったら、うん、酔っ払って酒臭いから怒られたんだ。それ今の話からして親が子供を叱った。親が子供を叱った。もう大正解だった。関係ないよ、真逆の話や。ほんでまたかっこ悪いエピソードや。いらんわそのエピソード。あのおさむさんが娘には一度も怒らないパパだったことを言い当てた知恵。さらにお墓か仏壇に関するなんかそのお話って最近出ましたか、家族の間とかで。なんなんだろう。私出た昨日。え、主人の母の命日で、でお墓参りいつ行くかみたいな話をしてました。ああそう、それでなんかたまたまさっき見ててパンって出てきて。昨日話した会話さえ見抜かれ、二人は言葉を失う。この後、東修初めてのスピリチュアルで本音をぶっちゃけまくる。一度と結婚する時にも、うん、いくら反対してもダメだろうなって思う。最初から許す許さないという問題じゃないです。終身刑みたいなもん。二人の本当の関係が明らかに。お墓か仏壇に関するなんかそのお話って最近出ましたか、家族の間とかで。なんなんだろう。私出た昨日。え、昨日交わした会話さえも言い当てられ、もはや訳がわからない様子の東尾親子。その他ちょっとちえちゃんどうですか、ちょっとその守護霊的なちょっと後ろに何か見えるもん、はいはいはい、そういうのもね、ちえちゃんちょっと見えますか。今度は東尾親子を守る守護霊の特徴を言い当てるという。守護霊って一人だけじゃなくていっぱいいろんな先祖さんがいるんですけど、はいはい、特にあのおじいちゃん結構長生きした方じゃないですか。あ、おじいちゃん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 、90ぐらいまで来てたんだ。ほら、親父がね、うん、すごいなんか溺愛してたんじゃないかなって感じるんですよね。なんかおかしい、とにかく心配なのか、なんかすごい家族どうなんだろうなとかちょっと気にしたりとかする人だなって感じるんですよね、おじいちゃん。うん、こまめにっていうか、なんかね、うちの親がまあ、田舎の実家の方で夜寝る前にこう家の周りを、家の中をこうずっと一通り見て回ったり、こう徘徊するんじゃないけど、こうずっと見て回った。用心深い。なぜ会ったこともないのに親父の特徴が分かるのか、全く理解できないおさむさんは。さらに知恵はオーラから本人たちしか知らないはずの、コーン。あら、まさに狐につままれる。出ました。これがですね、下半期一押しのギャグです。これいいでしょ、狐につままれる。やりましょうか早速。下半期も絶不調なお方だが、今回は本当に困難な事態が待ち受けていた。来ました。ああどうもどうも。ああどうも。東尾親子すいません。我々押しかけスピリチュアルでございます。投げるボールはもちろん、一度切れたら止まらない男東尾修さんと、お父さんだけではあまりにも不安なので長女の莉子さんが今日のターゲット。
あの石田純一との確執に迫る。ちょっとですね、タクシーの方にもう用意しております。乗ってください。はい、乗ってください。乗ってください。もう言わさず、はい、はい、乗ってください。すいません、申し訳ないです。そしてもう行きましょう。はいはいはい。さあ、それでは運転手さん、これまっすぐ行って、そして左お願いします。それだけ。はいはい、お願いします。とりあえず東尾親子の拉致に成功。実は以前に、はい、あの石田純一さんも、そうです、見させていただいたことがあって。聞いてます。聞いてます。主人も結構スピリチュアルなんですよ、うんうんうん。違う。違う。お父さんがスプリットボール、それ違う。それマー君の得意な球で違うんです。ちえさん。はい。ちえちゃんっていうの。ちえと申します。はい。そういうのってどこから出てくるの？あ。うわ、いや、もう普通に歩いててもあれって。嘘だ。いや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 。スピリチュアルなど全く信用していないこの男。おさむの衆、アシラの衆。そう、まるで刀身のごとく歩んだ人生はまさに修羅場の連続。手塩にかけた一人娘はあのプレーボーイ石田純一と結婚。当時相当冠だったおさむさん、しかし孫が生まれた今、石田純一との確執はどうなったのか。その真相は、石田と結婚するときでも、しょうがないなと許すので両方でしょうけど、終身刑みたいなもん、終身刑みたいなもん。なんと、まるで囚人のような気持ちを抱いているという東尾治。今夜は、石田ファミリーの知られざる愛と憎しみの本音に知恵が迫る。スピリチュアルターン。はい、さあ早速ね、はい、ちょっと始めたいと思います、はい、まずちょっとちえちゃん、はい、お二人皆さんちょっと、はい、本当ちょっと消しといてパパと電話するからね。だめだよ、ちょっと待って、ちょっと待ってじゃん。どうぞどうぞ。はい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 、はい、収録中なんで切ります。え、誰収録中なんで切ります。収録を遮ってまでよほどの緊急事態に違いない。全然大丈夫。あ、セコムさん、はい、セコムさん、すいません、仕事中なので。何かありました？不機嫌そう。保育園。あ、ねえ、ちょっとじゃあ待ってください。私すぐじゃあネオムの方に電話しますので、折り返しまた電話させてもらいます。すいません。ワンちゃん。いや、セコムが来て、お前、はいはい、ネオムは機嫌悪くなんか対応してくれないんだっていうか。セコム。どうやら警備会社と奥さんがトラブっている様子。おさむさんは奥さんにすぐ電話すると、仕事してるっつってんの、うるさいけど今もう、まあ、もう途中なんだから。それで生徒から電話かかってきて、すごいリアル。お前が対応してくれないって困ってたから。ミスターですか、セコムしてますか、ちゃんと話してるよ。仕事中なんだから。うちの母がちょっと、もうバカだよ。いや、いいんですよ、全然。まさにおさむの名のごとく、なぜか修羅場になる男、それが東尾おさむ。すいません、えらい、すいません、全然いいです。どうぞ。家のことで。早速行きましょう。ダウンロード。知恵の不思議な能力の一つ、ダウンロード。まずは東尾親子のプライベートでの関係性を見抜くという。スピリチュアルを初めて体験するおさむさん、すると、いや、まあまあ一応集中してるんですけど。終始挙動不審なおさむさんを見て知恵が、なんかそのなんだ、結構厳しかったりとか怖いイメージなんですけど、全然、うん、なんだろう、叱らなかったですよね。その
はい、全然、はい、なんか一回しかないね。そう、あれあったっけ。俺酔っ払って夜中お前の部屋入ってって上こう抱きつきに行ったら、うん、酔っ払って酒臭いから怒られた。それ今の話からして親が子供を叱ったっていう。親が子供を叱ったら もう大正解だった。関係ないよ、真逆の話や。ほんでまたかっこ悪いエピソードや。いらんわそのエピソード。あのおさむさんが はい、主人も父になんか似てるって言われたらしいですし、はいはいはい、これは後日莉子さんが送ってくれた若い頃のおさむさんの写真。現在の石田純一と比べてみると確かに顔や子供への溺愛っぷりも売り二つ。しかしそんな中、おさむさんにはどうしても気になることが。なんで俺は足までないの。あの細かい。大体大体大体本当に。いや、そんなにサーモグラフィーじゃないから。別にこれ体温測ってるわけじゃないんで。男のくせに、ね、手冷たい。男のくせにいいでしょ。これ触って手冷たい。わ、冷た、どうでもいいわ。どうでもいいわそんな。そしていよいよここで本題。知恵が東尾さんと石田純一の確執に迫る。早い段階に、うん、もう多分自分で決めたことだからそうなるんだろうなって悟ってた。その通りです。そうそうそう、多分もうこの子は、うん、もう決めたら絶対に何かもう押し通すじゃないですけど、うんうん、もう決めたことは最後までそうする子だからって言って、うん、許すんですけど、しょうがないなと許すのと両方でしょうけど、そこまで行くのにはちょっと時間かかりますよね。やっぱね、そりゃそうでしょうね。ちょっとだけね、はいはい、どのぐらい、どのぐらいだろう、終身刑みたいなもんで、ちょっとまあ今からこれからもこれからもいやでも本当にね、はい、なんて言うんだろう、石田と結婚する時でも、うん、いくら反対してもダメだろうなって最初からもう思ってましたからね。はあ、子供の時からのそういう心の強さを見て、当時は結婚に猛反対していたというおさむさん。あれから3年、初孫にも恵まれたおさむさんが今石田純一に思うこととは。まあ孫ができて、うん、なんて言うんだろう、ものすごく嬉しいし、うん、許す許さないという問題じゃないですよ。なくなってきたんですか、やっぱり。お前も大変だなって。ああ、なるほどなるほど。だから子育てし、そうですね、年齢も年齢リコはいて、はい、頑張れよ、頑張れよと、体に気をつけて頑張れよ。そうですね、お父ちゃん頑張らんとあかんと。いいですよね、そういう風になったというのは。莉子さんから見てもそうです ねけど意外と最近まで出身系のあれだったんだなって。この孫ができてなかったらどうなってんだろうっていう感じですよ、親としてっていう。なるほどなるほど。せめての親の体、まあなんていうかこう抵抗、そう、うん、こういう意味で知恵の能力を認めたのか、自らの本音を語ったおさむさん。まあ、同じドイツもするし、うん、何自分でうんって終わらしてんの。いやいや、実はこの余計な一言で七色の女性と、おさむさんの恥ずかしい過去が次々とほじくり返される。それぐらいにしろという姿勢が決まった今からは。若かりし頃のプレイボーイぶりを暴露。自分のことを肯定してるやっぱりおさむさんと石田純一はそっくりだった。しょうがないなと許すのと両方でしょうけど、お前も大変だなって。ああ、なるほど。スピリチュアルなど信じてなかった東尾おさむさん、知恵の能力を認めたのか、石田純一への意外な本音を告白し始めた。ただやっぱりそのね、石田純一さんというのはプレイボーイとかね世間で言われてるけど、そのどうですか。いや、プレイボーイの方がいいですよ。プレイボーイの方がいい。遊びを知らない男は一緒になったらつまんないし、うん、多分家の中面白くないと思う。何自分のことを肯定してる急に方向が。いや、私は離婚してませんから、はい、立場が違う。離婚しなくても、まあ、同じ同時もするし
本音が過ぎたウサムさん、この一言で自ら泥沼にはまることになる。そりゃもうプロ野球選手で大エースですから、そりゃもう七色の女性と、七つの都市で、うわ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 それぐらいにしろっていう姿勢が来ました今。そう、おさむさんと石田純一はオーラも女性関係もそっくりだった。すると突然知恵がおさむさんを見つめ始めた。その体はちょっとなんかそのこの辺なんかたぶんタバコとかで甲状腺っていうのかな、私ですか、はい、はい、あこの辺であったりとか、あと、はい、あの肝臓っていうの、そろそろタバコ、ほらいや何でも来いよおじいちゃん、私は見えてる数字っていうのはありますからね。でもその数字に出る前にちょっともうなんかお酒とかタバコとか控えた方がいいかもしれない、ね、それは気をつけますよ、ね、もう日頃気をつけて、気をつけてないでしょ何にも何か減った、何がお酒かタバコか、うんか何か減った、いやうんが減って減ったけどタバコも減っ、お酒は減ったこれも減った、うん、だからストライクゾーンで声がちっちゃいんだよ これ分かった、やっぱりリコさん強いわ。突然東修の体調について指摘した知恵、実はこれにはある訳が。娘には一度も怒らないパパだったことを言い当てた知恵、さらにお墓か仏壇に関するなんかそのお話って最近出ましたか、家族の間とかで、なんなんだろう、私出た昨日、え主人の母の命日で、でお墓参りいつ行くかみたいな話をしてました。ああそう、それでなんかたまたまさっき見ててパンって出てきて、昨日話した会話さえ見抜かれ、二人は言葉を失う。この後、東修初めてのスピリチュアルで本音をぶっちゃけまくる。石田と結婚する時にも、うん、いくら反対してもダメだろうなって思ったんですけど、許す許さないという問題じゃないです、終身刑みたいなもん。二人の本当の関係が明らかに。お墓か仏壇に関するなんかそのお話って最近出ましたか、家族の間とかで、なんなんだろう、私出た昨日、え昨日交わした会話さえも言い当てられ、もはや訳がわからない様子の東尾親子。その他ちょっとちえちゃんどうですか、ちょっとその守護霊的なちょっと後ろに何か見えるもん、はいはいはい、そういうのもねちえちゃんちょっと見えますから、ね、今度は東尾親子を守る守護霊の特徴を言い当てるという。守護霊って一人だけじゃなくていっぱいいろんな先祖さんがいるんですけど、はいはい、特にあのおじいちゃん結構長生きした方じゃないですか。あ、おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん、何歳だっけ、あの時さ、90ぐらいまで行ってたんだ、ほら、親父がね、うん、すごいなんか溺愛してたんじゃないかなって感じるんですよね。なんかわかんない、すごい、とにかく心配なのか、なんかすごい家族どうなんだろうなとかちょっと気にしたりとかする人だなって感じるんですよね、おじいちゃん、うん、こまめにっていうか、なんかね、うちの親がまあ、田舎の実家の方で夜寝る前にこう家の周りを家の中をこうずっと一通り見て回ったり、こう徘徊するんじゃないけど、こうずっと見て回った、用心深い、なぜ会ったこともないのに親父の特徴が分かるのか全く理解できないおさむさんは、さらに知恵は
オーラから本人たちしか知らないはずの秘密に迫る。まずはリコさんから。なんかあれですね。お兄ちゃん、お兄ちゃん、ほっといてくれよ。分かってますけど、動きが非常にね、気になる。一個一個の動きが。ちょっと待って、どうですか？でも、テレビとかで拝見してたイメージと違って、なんかすごい、なんか石田さんが自由にやっててそれを支える人なのかなって思ってたら、逆で、石田さんすごい優しいんですよね。とにかくあのリコさんが中心にいてそれを支えてるような感じで、すごい強い人だなって感じましたね。おっしゃる通りですね。おっしゃる通り、強い意志はすごい強いですし、あのイエスかノーかみたいな、はっきりとしないの嫌ですし。そんなリコさんのオーラは、ね、そんだけこんな感じですね。リコさん、私から見ると、よっしゃ、はい、はい、こういう赤がとにかく強くて、あの曲がったことが嫌いだったりとか、そういう強さの意味なんですけど、イメージと全然違かった。すごい、はい、基準の方だなっていうのを受けましたね。柔和なイメージのリコさんだが、そのオーラはやはり修羅の娘。するとリコさんが父おさむさんの前で、けど石田純一が付き合ってきてる女性ってみんな強くて意志がはっきりしててきつそうな感じじゃないですか。そこに私乗っかってるんですよ、ちゃんと。いや、乗っかってるから、それを踏まえた上でおおらかでこの支えるイメージじゃないんですね。乗っかってる。ほんでなんでおじいちゃん落ち込んでるんですか。ほんで落ち込んでるじゃない、どうしたんですか。余計なこと言っちゃいけないんですか。グッとね。リコさんは石田の歴代の彼女たちにも負けない修羅のごとき強さを持つ炎のオーラの持ち主だった。続いてはおさむさんのオーラを絵に表すことに。すると知恵が意外な事実を口にする。こんな感じですね。だから、まず、あの石田さんとあのお父様似てますよ。え、もう緑色がもう石田さんとそっくりなんですよね。純一さんも、はい、実は以前石田純一のオーラを見ていた知恵。オーラの色だけで言うと、はい、もうすごく綺麗な、なんか草原みたいな緑色なんですよね。なんとおさむさんと石田純一のオーラの色は全く同じなのだという。するとリコさんが、あのまず顔からちょっと似てません？あらまあ、確かに一時ちょっとね。あ、なんちゅう顔してんねん。父が若かった頃とか、あ、もしかしたらもう一人ぐらいいけるかもしれない。あ、どうですか。似合った。ほう、行けたら行きたいですね。なんかずっとその思いがあると思うんですけど。ああ、なるほど。でその、逆に長生きしなきゃいけないから、体でももうあのちょっと気をつけた方がいいなっていうのが、はい、そう、知恵には石田家に新たな家族が誕生する姿が見えていたというのだ。しかしその言葉に修さんは、どう、嬉しい？うん、この鳥やったらいいけど、カラスじゃないだろう。いや、なわけないでしょ。なわけないでしょ。いや、石田がカラスみたいなやつやから。いや、おじいちゃん似てるんですから。もうすっかり知恵に感服してしまったおさむさん、どうしても聞いてみたいことがあるという。二つあっていい？二つでも大丈夫。はい、おかわりだな。スピリチュアルを生まれて初めて体験した東尾治。一体何を聞きたいというのか。11月の5日は孫の誕生日なんです。はい、何をしようかなとプレゼントのと思うと、それは待って、それは分かる。まだ喋れない赤ちゃんの言葉分かる？ちえちゃん、それ分からん。そこは分からん。ど
どうもスピリチュアルをあまりよく理解していなかったようだ。そしてこの後、東尾さんが NG ワードをぶっかむ。もう一つは、あの今年の正月はね、いい思いで過ごしたいんで、ちょっとこう教えてほしいんです。教えらんないです。そんなの知恵を困惑させた質問とは一体。東尾治63歳、知恵に禁断の質問。もう一つは、今年の正月はね、いい思いで過ごしたいんで、色は教えてほしいんです。今年の正月楽しく過ごしたいんで、ね、色を教えてほしい。ラッキーカラーを。ラッキーカラー、非常にこう参考にしようかなと思う。何をしようとしてる。いやいや、まあ、正月深く追求しないで。ちょっとなんか分かるんですか。これおそらくな、どっかカジノ行こうと思ってるな。言うなよそれ。かなり邪念が入ってるけど、本人邪念入ってるけど、それは分かる。教えらんないです。そんなの分かれへんし。こうして東尾様のスピリチュアル初体験終了。果たして知恵の能力をどう見たのか。僕はね、ちょっとその占いとちょっと違うと思うんですよね。本当にね、次から次へそのものズバリだし、あれ最初何喋ったかなっていうね、忘れるぐらい楽しかったですよ。なんと知恵はあの東尾治をも虜にした。コーン。あら、まさに狐につままれる。出ました。これがですね、下半期一押しのギャグです。これいいでしょ。狐につままれる。やりましょうか早速。下半期も絶不調なお方だが、今回は本当に困難な事態が待ち受けていた。来ました。どうも。東尾親子、すいません。我々押しかけスピリチュアルでございます。投げるボールはもちろん、一度切れたら止まらない男、東尾治さんと、お父さんだけではあまりにも不安なので、長女の莉子さんが今日のターゲット。あの石田純一との確執に迫る。ちょっとですね、タクシーの方にもう用意しておりますので乗ってください。はい、乗ってください。乗ってください。もう雲を言わさず、はい、はい、乗ってください。すいません、申し訳ないです。そしてもう行きましょう。はい、はい、はい。さあ、それでは運転手さん、これまっすぐ行って、そして左、お願いします。それだけ。はい、はい、お願いします。とりあえず、東尾親子の拉致に成功。実は以前に、はい、あの石田純一さんも、そうです、見させていただいたことがあって。聞いてます。聞いてます。主人も結構スピリチュアルなんですよ。スピリチュアル。お父さんがスピリットボール。それ違う、そのマー君の得意な球で違うんですよ。チエさん、はい、チエちゃんっていうの。チエと申します。そういうのってどこから出てくるの。あ、わ、いや、もう普通に歩いてても、あれって。嘘だ。いやスピリチュアルなど全く信用していないこの男。おさむの衆、アシラの衆。そう、まるで刀身のごとく歩んだ人生はまさに修羅場の連続。手塩にかけた一人娘はあのプレーボーイ石田純一と結婚。当時相当冠だったおさむさん、しかし孫が生まれた今、石田純一との確執はどうなったのか。その真相は。石田と結婚するときでも、しょうがないなと許すのと両方でしょうけど、終身刑みたいなもん、終身刑みたいなもん。なんと、まるで囚人のような気持ちを抱いているという東尾治。今夜は、石田ファミリーの知られざる愛と憎しみの本音に知恵が迫る。スピリチュアルターン。はい、さあ早速ね、はい、ちょっと始めたいと思います。はい、まずちょっと知恵ちゃん、お二人ですが、ちょっと、はい、ほんとイメージと全然違かった。すごい、はい、貴重な方だなっていうのを聞きましたね。
柔和なイメージの莉子さんだが、そのオーラはやはり修羅の娘。すると莉子さんが父修さんの前で、けど石田純一が付き合ってきてる女性ってみんな強くて意志がはっきりしててきつそうな感じじゃないですか。そこに私乗っかってるんですよ、ちゃんと。いや乗っかってるから、それを踏まえた上でおおらかでこの支えるイメージじゃないんですね。乗っかってる。ほんでなんでおじいちゃん落ち込んでるんですか。ほんで落ち込んでるじゃない、どうしたんですか。余計なこと言っちゃいけないと思って。グッとね。莉子さんは石田の歴代の彼女たちにも負けない修羅のごとき強さを持つ炎のオーラの持ち主だった。続いては修さんのオーラを絵に表すことに。すると知恵が意外な事実を口にする。こんな感じですね。だから、まず、あの石田さんとあのお父様似てますよ。え、もう緑色がもう石田さんとそっくりなんですよね。純一様、はい、実は以前石田純一のオーラを見ていた知恵。オーラの色だけで言うと、はい、もうすごく綺麗な、なんか草原みたいな緑色なんですよね。なんと修さんと石田純一のオーラの色は全く同じなのだという。すると莉子さんが、あのまず顔からちょっと似てません？あらら、あ確かに一時期ちょっとね。あ、なんちゅう顔してんねん。父が若かった頃とか。あ、もしかしたらもう一人ぐらいいけるかもしれない。やったー。はあ、行けたら行きたいですね。なんかずっとその思いがあると思って。ですけど、あーなるほど。でその、うん、逆に長生きしなきゃいけないから、うん、体でももうあのちょっと気をつけた方がいいなっていうのが、はい、そう知恵には石田家に新たな家族が誕生する姿が見えていたというのだ。しかしその言葉に修さんは、どう嬉しい、うん、この鳥やったらいいけどカラスじゃないだろう。逆なわけないでしょ。なわけないでしょ。いや石田はカラスみたいなやつやから。石田はおじいちゃん似てるんですから。もうすっかり知恵に感服してしまった修さん、どうしても聞いてみたいことがあるという。待ち受けていた、ちょ、あ、来ました、来ました、来ました。あー、どうもどうも、あー、どうも、あらららららら、東尾親子、すいません、我々押しかけスピリチュアルでございます。投げるボールはもちろん一度切れたら止まらない男、東尾修さんと、お父さんだけではあまりにも不安なので長女の莉子さんが今日のターゲット。あの石田純一との確執に迫る。ちょっとですね、タクシーの方にもう用意しておりますので乗ってください。はい、乗ってください、乗ってください、はい、もう言わさず、はい、はい、乗ってください、すいません、申し訳ないです。そしてもう行きましょう、はい、はい、はい、さあ、それでは運転手さん、これまっすぐ行って、そして左、お願いします。それだけ、はい、はい、お願いします。とりあえず、東尾親子の拉致に成功。実は以前に、はい、あの石田純一さんも、そうです、見させていただいたことがあって。聞いてます、聞いてます。主人も結構スピリチュアルなんですよ、うんうん、スピリチュアル、お父さんがスピリットスピリットスピリットもらっちゃうんだ。それマー君の得意な球で違うんです。知恵さん、はい、知恵ちゃんっていうの、知恵と申します、はい、そういうのってどこから出てくるの。あ、うわ、いやもう普通に歩いてても、あれって、嘘だ。いや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 、スピリチュアルなど全く信用していないこの男、おさむの衆、アシュラの衆、そう、まるで刀身のごとく歩んだ人生はまさに修羅場の連続。手塩にかけた一人娘はあのプレーボーイ石田純一と結婚。当時相当冠だったおさむさん、しかし孫が生まれた今、石田純一との確執はどうなったのか、その真相は。
石田と結婚するときでも、血を貰えなと許すのと両方でしょうけど、終身刑みたいなもん、終身刑みたいなもん。なんと、まるで囚人のような気持ちを抱いているという東尾治。今夜は石田ファミリーの知られざる愛と憎しみの本音に知恵が迫る。スピリチュアルターン。はい、さあ、はい、早速ねちょっと始めたいと思います、はい、まずちょっとちえちゃん、はい、お二人ですがちょっと、はい、本当ちょっと消しといてパパと電話するからね。だめだよ、ちょっと待って、ちょっと待ってじゃん。どうぞどうぞ。はい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 、はい、それ収録中なんで切ります。え、誰収録中なんで切ります。もしもし、収録を遮ってまでよほどの緊急事態に違いない。全然大丈夫。あ、セコムさん、はい、セコムさん、どうしても聞いてみたいことがあるという。二つあっていい？二つでも大丈夫。はい、やっぱりだな。スピリチュアルを生まれて初めて体験した東尾治。一体何を聞きたいというのか。11月の5日が孫の誕生日なんです、はい、何をしようかなとプレゼントのと思うと、それは待ってそれは確か分かる。まだ喋れない赤ちゃんの言葉分かる？ちえちゃん、それ分からん。そこは分からん。どうもスピリチュアルをあまりよく理解していなかったようだ。そしてこの後、東尾治が NG ワードをぶっかむ。もう一つは、あの今年の正月はね、いい思いで過ごしたいんで、ちょっとこう教えてほしいんです。教えらんないです。そんなの教えらんない。知恵を困惑させた質問とは一体。東尾治63歳、知恵に禁断の質問。もう一つは、はい、今年の正月はね、いい思いで過ごしたいんで、色は教えてほしいんです。今年の正月楽しく過ごしたいんで、ね、ええ、色を教えてほしい。ラッキーカラー。ラッキーカラー非常にこう参考にしようかなと思う。何をしようとしてる。いやいや、まあ、深く追求しないで。ちょっとなんか分かるんですか、これ、ね、おそらくな、はい、どっかカジノ行こうと思ってるな、言うなよそれ。かなり邪念が入ってるけど、ね、本人邪念入ってるけど、いいですよ。それは分かる。教えらんないです。そんなの教えらんない。分かれへんすよ。何でやこうして東尾治のスピリチュアル初体験終了。果たして知恵の能力をどう見たのか。僕はねちょっとその占いとちょっと違うと思うんですよね。本当にね、次から次へそのものズバリだし、あれ最初何喋ったかなってね、忘れるぐらい楽しかったですよ。なんと知恵はあの東尾治をも虜にした。コーン。あら、まさに狐につままれる。出ました。これがですね、下半期一押しのギャグです。これいいでしょ。狐につままれる。やりましょうか早速。下半期も絶不調なお方だが、今回は本当に困難な事態が待ち受けていた。来ました。あー、どうも。あー、どうも。確かに顔や子供への溺愛っぷりも売り二つ。しかしそんな中、治さんにはどうしても気になることが。なんで俺は足までないの？細かい。大体。いや、そんなサーモグラフィーじゃないから。別にこれ体温測ってるわけじゃないんで。男のくせに手足冷たい。男のくせにいいでしょ。だってこれ触って冷たい。わ、冷た。どうでもいいわ。どうでもいいわそんな。そしていよいよここで本題。知恵が東尾治と石田純一の確執に迫る。段階に、うん、もう多分自分で決めたことだからそうなるんだろうなって悟ってた。
その通りです。そう多分この子は、うん、もう決めたら絶対になんかもう押し通すじゃないですけど、うんうん、もう決めたことは最後までそうする子だからって言って許すんですけど、しようがないなと許すのと両方でしょうけど、そこまで行くのにはちょっと時間かかりますよね。やっぱね、それはそうでしょうね。ちょっとだけね、はいはい、どのぐらい？どのぐらいだろう、うん、終身刑みたいなもんで、ちょっとまあ今からこれからもこれからもいやでも本当にね、はい、なんて言うんだろう、石田と結婚するときでも、うん、いくら反対してもダメだろうなってのも最初からもう思ってましたからね。子供の時からのそういう心の強さを見て、当時は結婚に猛反対していたというおさむさん。あれから3年、初孫にも恵まれたおさむさんが今石田純一に思うこととは、まあ孫ができて、うん、なんて言うんだろう、ものすごく嬉しいし、うん、許す許さないという問題じゃないですよ。なくなってきたですからね、やっぱりお前も大変だなって。ああなるほどなるほど、だから子育てし、そうですね、年齢も年齢リクはいて、はい、頑張れよって、頑張れよと、体に気をつけて頑張れよ、そうですね、お父ちゃん頑張らんとあかんと、いいですよね、そういう風になったというのは莉子さんから見ても。そうですね、ねえ、けど意外と最近まで終身刑のあれだったんだなって、この孫ができてなかったらどうなってんだろうっていう感じですよ、親としてっていう。なるほどなるほど、せめての親の体、まあなんていうかこう抵抗、そう、うん、こういう意味で知恵の能力を認めたのか、自らの本音を語ったおさむさん。まあ同じドジもするし、本当に、うん、何自分って笑してんの。いやいや、実はこの余計な一言でいい、七色の女性とおさむさんの石田純一さんも、そうです、見させていただいたことがあって。聞いてます、聞いてます。主人も結構スピリチュアルなんですよ、うんうんうん、スピリチュアル違うお父さんがスピリットスピリットスピリットもらっちゃうんだ、そのマー君の得意な球で違うんですよ。チエさん、はい、チエちゃんっていうの、チエと申します、はい、そういうのってどこから出てくるの。あ、わ、いやもう普通に歩いててもあれって、嘘だ、いやいやスピリチュアルなど全く信用していないこの男、おさむの衆はアシュラの衆、そうまるで刀身のごとく歩んだ人生はまさに修羅場の連続。手塩にかけた一人娘はあのプレーボーイ石田純一と結婚、当時相当冠だったおさむさん、しかし孫が生まれた今、石田純一との確執はどうなったのか、その真相は。石田と結婚するときでも、うん、しようがないなと許すのと両方でしょうけど、終身刑みたいなもん、終身刑みたいなもん、なんとまるで囚人のような気持ちを抱いているという東尾修。今夜は石田ファミリーの知られざる愛と憎しみの本音に知恵が迫る、スピリチュアルタイム。はい、さあ早速ね、はい、ちょっと始めたいと思います、はい、まずちょっとちえちゃん、はい、お二人のさ、ちょっと、はい、本当ちょっと消しといてパパが電話するからね、だめだよ、ちょっと待って、ちょっと待ってじゃん、どうぞどうぞ、はい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 、はい、それ収録中なんで切ります。え、誰誰誰、収録中なんで切ります。収録を遮ってまでよほどの緊急事態に違いない。全然大丈夫。あ、セコムさん、はい、セコムさん、すいません、はい、仕事中なので。何かありました？不機嫌そう。保育園。あ、ねえ、ちょっとじゃあ待ってください。私すぐじゃあ女房の方に電話しますので、折り返しまた電話させてもらいます。すいません。ワンちゃん。いや、セコムが来てお前、はいはい、女房は機嫌悪くなんか対応してくれないんだっていうか。セコム。どうやら警備会社と奥さんがトラブっている様子。おさむさんは奥さんにすぐ電話すると、仕事してるっつってんの、うるさいけど今もまあもう途中なんだから、それでセコムから電話かかってきてすごいリアル、お前が対応してくれないって困ってたから。ミスターですか、セコムしてますか、ちゃんと話してるよ、こっちが仕事中なんだから。うちの母がちょっともうバカというか、いや、いいんですよ全然まさに
オサムの名のごとく、いなかったヨーダン。そしてこの後、東尾オサムが NG ワードをぶっかむ。もう一つは、あの今年の正月はね、いい思いで過ごしたいんで、ちょっとこう教えてほしいんです。教えらんないです、そんなの。教えられない。知恵を困惑させた質問とは一体。東尾治63歳、知恵に禁断の質問。もう一つは、今年の正月はね、いい思いで過ごしたいんで、色は教えてほしいんです。今年の正月楽しく過ごしたいんで、ね、色を教えてほしい、ラッキーカラー。ラッキーカラー、非常にこう参考にしようかなと思う。何をしようとしてる。いやいや、まあ、深く追求しないんで。分かった。いやいい、ちょっとなんか分かるんですか。これおそらくな、ね、どっかカジノ行こうと思ってるな。言うなよそれ。かなり邪念が入ってるけど、本人邪念入ってるけど、それは分かる。教えらんないです、そんなの。分かれへんし。なんでや。こうして東尾様のスピリチュアル初体験終了。果たして知恵の能力をどう見たのか。僕はね、ちょっとその占いとちょっと違うと思うんですよね。本当にね、次から次へそのものズバリだし、あれ最初何喋ったかなってね、忘れるぐらい楽しかったですよ。なんと知恵はあの東尾治をも虜にした。コーン。あら、まさに狐につままれる。出ました。これがですね、下半期一押しのギャグです。これいいでしょ。狐につままれる、やりましょうか早速。下半期も絶不調なお方だが、今回は本当に困難な事態が待ち受けていた。来ました。どうも。東尾親子、すいません。我々押しかけスピリチュアルでございます。投げるボールはもちろん、一度切れたら止まらない男、東尾治さんと、お父さんだけではあまりにも不安なので、長女の莉子さんが今日のターゲット。あの石田純一との確執に迫る。ちょっとですね、タクシーの方にもう用意しております。乗ってください。早く乗ってください。もう言わさず、はい、早く乗ってください。すいません、申し訳ないです。そしてもう行きましょう。はいはいはい。さあ、それでは運転さん、これまっすぐ行って、そして左。早い段階に、うん、もう多分自分で決めたことだからそうなるんだろうなって悟ってた。その通りです。そう多分もうこの子は、うん、もう決めたら絶対になんかもう押し通すじゃないですけど、うんうん、もう決めたことは最後までそうする子だからって言って、うん、許すんですけど、しようがないなと許すのと両方でしょうけど、そこまで行くのにはちょっと時間かかりますよね。やっぱね、そりゃそうでしょうね。ちょっとだけね、はいはい、どのぐらい、どのぐらいだろう、終身刑みたいなもんで、ちょっとまあ今からこれからもいやでも本当にね、はい、なんて言うんだろう、石田と結婚するときでも、うん、いくら反対してもダメだろうなってのも最初からもう思ってましたからね。はあ、子供の時からのそういう心の強さを見て、うん、当時は結婚に猛反対していたという修さん。あれから3年、初孫にも恵まれた修さんが今石田純一に思うこととは。まあ孫ができて、うん、なんて言うんだろう、ものすごく嬉しいし、うん、許さないという問題じゃないですよ。なくなってきたですか、やっぱり。お前も大変だなって。ああ、なるほどなるほど。だから子育てし、そうですね、年齢も年齢リコはいて、はい、頑張れよ、頑張れよと、体に気をつけて頑張れよ。そうですね、お父ちゃん頑張らんとあかんと。いいですよね、そういう風になったというのは。莉子さんから見てもそうです ねけど意外と最近まで終身刑のあれだったんだなって、この孫ができてなかったらどうなってんだろうっていうです。親としてっていう。なるほどなるほど。せめての親の体、まあ何ていうかこう抵抗、そう、うん、こういう意味で知恵の能力を認めたのか、自らの本音を語った修さん。
まあ同じドジもするし。本当に、うん、自分でうんって終わらしてんの。いやいや。実はこの余計な一言で。七色の女性と。おさむさんの恥ずかしい過去が次々とほじくり返される。それぐらいにしろという姿勢が来ました今からは。若かりし頃のプレイボーイぶりを暴露。自分のことを肯定してる。やっぱりおさむさんと石田純一はそっくりだった。しょうがないなと許すのと両方でしょうけど、お前も大変だなって。ああ、なるほど。スピリチュアルなど信じてなかった東尾おさむさん、知恵の能力を認めたのか、石田純一への意外な本音を告白し始めた。ただやっぱりそのね、石田純一さんというのはプレイボーイとかね、世間で言われてるけど、そのどうですか。いや、プレイボーイの方がいいですよ。プレイボーイの方がいい。これちょっと酢を口にする。こんな感じですね。だから、まあの、うん、あの石田さんと、あのお父様似てますよ。え、もう緑色がもう石田さんとそっくりなんですよね。純一様、はい、実は以前石田純一のオーラを見ていた知恵。オーラの色だけで言うと、はい、もうすごく綺麗な、なんか草原みたいな緑色なんですよね。なんとおさむさんと石田純一のオーラの色は全く同じなのだという。するとリコさんが、あのまず顔からちょっと似てません？あらら、ね、確かに一時期ちょっとね。あ、なんちゅう顔してんねん。父が若かった頃とか。あ、もしかしたらもう一人ぐらいいけるかもしれない。似合った。はあ、行けたら行きたいですね。なんかずっとその思いがあると思うんですけど。ああ、なるほど。でその、うん、逆に長生きしなきゃいけないから、うん、体でももうあのちょっと気をつけた方がいいなっていうのが、はい、そう、知恵には石田家に新たな家族が誕生する姿が見えていたというのだ。しかしその言葉に修さんは、どう、嬉しい？うん、この鳥やったらいいけど、カラスじゃないだろう。なわけないでしょ。なわけないでしょ。いや、石田はカラスみたいなやつやから。おじいちゃん似てるんですから。もうすっかり知恵に感服してしまったおさむさん、どうしても聞いてみたいことがあるという。2つあっていい？2つでも大丈夫。スピリチュアルを生まれて初めて体験した東尾修。一体何を聞きたいというのか。11月の5日が孫の誕生日なんです、はい、何をしようかなとプレゼントのと思うと、それは待って、それは確か分かる。まだ喋れない赤ちゃんの言葉分かる、ちえちゃん。それ分からん。そこは分からん。どうもスピリチュアルをあまりよく理解していなかったようだ。そしてこの後、東尾修が NG ワードをぶっかむ。もう一つは、あの今年の正月はね、いい思いで過ごしたいんで、ちょっとこう教えてほしいんです。教えらんないです。そんなの知恵を困惑させた質問とは一体。東尾修63歳、知恵に禁断の質問。もう一つは、お父さんだけではあまりにも不安なので、長女の莉子さんが今日のターゲット。あの石田純一との確執に迫る。ちょっとですね、タクシーの方にもう用意しておりますので乗ってください。はい、乗ってください。乗ってください。もう、どうも言わさず、はい、はい、乗ってください。すいません、申し訳ないです。そしてもう行きましょう。はい、はい、はい。さあ、それでは運転手さん、これまっすぐ行って、そして左お願いします。それだけ。はい、はい、お願いします。とりあえず東尾親子の拉致に成功。実は以前に、はい、あの石田純一さんも、そうです、見させていただいたことがあって。聞いてます、聞いてます。主人も結構スピリチュアルなんですよ、うんうん、スピリチュアル。お父さんがスピリットスピリットスピリットもらっちゃう。それマー君の得意な球で違うんですよ。
知恵さん、はい、知恵ちゃんっていう、知恵と申します、はい、そういうのってどこから出てくるの？あ、うわ、いやもう普通に歩いててもあれって、嘘だ、いや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 、スピリチュアルなど全く信用していないこの男、おさむの衆、アシュラの衆、そう、まるで刀身のごとく歩んだ人生はまさに修羅場の連続。手塩にかけた一人娘はあのプレーボーイ石田純一と結婚。当時相当冠だったおさむさん、しかし孫が生まれた今、石田純一との確執はどうなったのか、その真相は。石田と結婚するんだけども、血を貰えなと許すのと両方でしょうけど、終身刑みたいなもん、終身刑みたいなもん、なんとまるで囚人のような気持ちを抱いているという東尾修。今夜は石田ファミリーの知られざる愛と憎しみの本音に知恵が迫る。スピリチュアルターン。はい、さあ早速ね、はい、ちょっと始めたいと思います、はい、まずちょっとちえちゃん、はい、お二人ですが、ちょっと、はい、本当ちょっと消しといてパパと電話するからね、だめだよ、ちょっと待って、ちょっと待ってじゃん、どうぞどうぞ、はい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 、それで収録中なんで切ります、え、誰収録中なんで切ります、収録を遮ってまでよほどの緊急事態に違いない、全然大丈夫、あ、セコムさん、はい、すいません、はい、仕事中なので何かありました？不機嫌そう、保育園、あ、ねえ、ちょっとじゃあ待ってください、私すぐじゃあ女房の方に電話しますので、折り返しまた電話させてもらいます、すいません、ワンちゃん、いや、セコムが来てお前、はいはい、女房は機嫌悪くなかった、プライベートでの関係性を見抜くという、スピリチュアルを初めて体験するおさむさん、すると、いや、まあまあ一応集中してるんですけど、終始挙動不審なおさむさんを見て知恵が、なんかそのなんと結構厳しかったりとか怖いイメージなんですけど、全然、うん、なんだろう、叱らなかったですよね、その、はい、全然、はい、なんか一回しかないよ、そう、あれあったっけ、俺酔っ払って夜中お前の部屋入ってて上へこう抱きつきに行ったら、酔っ払って酒臭いから怒られた、うん、それ今の話からして親が子供を叱ったっていう、親が子供を叱ったのもう大正解だって、関係ない、真逆の話や、ほんでまたかっこ悪いエピソードやいらんわそのエピソード、ほんま、あのおさむさんが娘には一度も怒らないパパだったことを言い当てた知恵、さらにお墓か仏壇に関するなんかそのお話って最近出ましたか、家族の間とかで、なんなんだろう、私出た昨日、主人の母の命日で、でお墓参りいつ行くかみたいな話をしてました、そう、それでなんかたまたまさっき見ててパンって出てきて、昨日話した会話さえ見抜かれ、2人は言葉を失う。この後東尾修初めてのスピリチュアルで本音をぶっちゃけまくる。石田と結婚する時にも、うん、いくら反対してもダメだろうな、それも最初から許す許さないという問題じゃないです、終身刑みたいなもん、2人の本当の関係が明らかに。お墓か仏壇に関するなんかそのお話って最近出ましたか、家族の間とかで、なんなんだろう、私出た昨日、
昨日交わした会話さえも言い当てられ、もはや訳が分からない様子の東。酒好きに行ったら、酔っ払って酒臭いから怒られた。それ今の話からして、親が子供を叱った。親が子供を叱った。もう大正解だった。関係ないよ。真逆の話や。ほんでまたかっこ悪いエピソードや。いらんわそのエピソード。あのおさむさんが、はい、主人も父になんか似てるって言われたらしいですし、これは後日莉子さんが送ってくれた若い頃のおさむさんの写真。現在の石田純一と見比べてみると、確かに顔や子供への溺愛っぷりも売り二つ。しかしそんな中、おさむさんにはどうしても気になることが。なんで俺は足までないの？細かい。大体いや、そんなサーモグラフィーじゃないから。別にこれ体温測ってるわけじゃないんで。男のくせに、ね、手足冷たい。男のくせにいいでしょ。だってこれ触って冷たい。わ、冷たい。どうでもいいわ。どうでもいいわそんな。そしていよいよここで本題。知恵が東尾さんと石田純一の確執に迫る。早い段階に、うん、もう多分自分で決めたことだからそうなるんだろうなって多分悟ってた。その通りです。そう多分もうこの子は、うん、もう決めたら絶対になんかもう押し通すじゃないですけど、うんうん、もう決めたことは最後までそうする子だからって言って、うん、許すんですけど、しょうがないなと許すのと両方でしょうけど、そこまで行くのにはちょっと時間かかりますよね。やっぱね、それはそうでしょうね。ちょっとだけね、はいはい、どのぐらい、どのぐらいだろう、うん、終身刑みたいなもんで、ちょっとまあ今からこれからもこれからも。いやでも本当にね、はい、なんて言うんだろう、石田と結婚するときでも、うん、いくら反対してもダメだろうなって最初からもう思ってましたからね。はあ、子供の時からのそういう心の強さを見て、当時は結婚に猛反対していたというおさむさん。あれから3年、初孫にも恵まれたおさむさんが今石田純一に思うこととは。まあ孫ができて、うん、なんて言うんだろう、ものすごく嬉しいし、うん、許す許さないという問題じゃないですよ。なくなってきたですか、やっぱり。お前も大変だなって。ああなるほどなるほど、だから子育てし、そうですね、年齢も年齢リコはいて、はい、頑張れよって、頑張れよと、体に気をつけて頑張れよ。そうですね、お父ちゃん頑張らんとあかんと。いいですよね、そういう風になったというのは。莉子さんから見てもそうですね。けど意外、どうやら警備会社と奥さんがトラブっている様子。おさむさんは奥さんにすぐ電話すると、仕事してるっつってんの、うるさいけど今もう、まあ、もう途中なんだから。それで専門家から電話かかってきて、すごいリアル。お前が対応してくれないって困ってたから。ミスターですから、セコムしてますか、ちゃんと話してってよ。こっちが仕事中なんだから。うちの母がちょっともうバカだよ。いや、いいんですよ、全然。まさにおさむの名のごとく、なぜか修羅場になる男、それが東尾おさむ。すいません、えらい、すいません、全然いいです。家のことで早速行きましょう。ダウンロード、うん、知恵の不思議な能力の一つ、ダウンロード。まずは東尾親子のプライベートでの関係性を見抜くという。スピリチュアルを初めて体験するおさむさん。すると、いや、まあまあ一応集中してるんですけど。終始挙動不審なおさむさんを見て知恵が、なんかその
厳しかったりとか怖いイメージなんですけど、全然、うん、なんだろう、叱らなかったですよね。そのはい、全然、はい、なんか一回しかないよね。そう、あれあったっけ。俺酔っ払って夜中お前の部屋入ってて上へこう抱きつきに行ったら、うん、酔っ払って酒臭いから怒られた。それ今の話からして親が子供を叱ったっていう。親が子供を叱ったら、もう大正解だった。関係ないよ。真逆の話や。ほんでまたかっこ悪いエピソードや。いらんわそのエピソード。あのおさむさんが、はい、主人も父になんか似てるって言われたらしいですし、これは後日莉子さんが送ってくれた若い頃のおさむさんの写真。現在の石田純一と比べてみると、確かに顔や子供への溺愛っぷりも売り二つ。しかしそんな中、おさむさんにはどうしても気になることが。あのおさむさんが、はい、主人も父になんか似てるって言われたらしいですし、これは後日莉子さんが送ってくれた若い頃のおさむさんの写真。現在の石田純一と比べてみると、確かに顔や子供への溺愛っぷりも売り二つ。しかしそんな中、おさむさんにはどうしても気になることが。なんで俺は足までないの。細かい。大体いや、そんなにサーモグラフィーじゃないから。別にこれ体温測ってるわけじゃないんで。男のくせに、ね、手足冷たい。男のくせにいいでしょ。だってこれ触って冷たい。わ、冷たい。どうでもいいわ。どうでもいいわ、そんな。そしていよいよここで本題。知恵が東尾治と石田純一の確執に迫る。段階に、うん、もう多分自分で決めたことだからそうなるんだろうなって多分悟ってた。その通りです。そう多分もうこの子は、うん、もう決めたら絶対になんかもう押し通すじゃないですけど、うんうん、もう決めたことは最後までそうする子だからって言って、うん、許すんですけど、しょうがないなと許すのと両方でしょうけど、そこまで行くのにはちょっと時間かかりますよね。やっぱね、それはそうでしょうね。ちょっとだけね、はいはい、どのぐらい、どのぐらいだろう、終身刑みたいなもんで、ちょっとまあ今からこれからも、これからも。いやでも本当にね、はい、なんて言うんだろう、石田と結婚するときでも、うん、いくら反対してもダメだろうなって最初からもう思ってましたからね。はあ、子供の時からのそういう心の強さを見て、当時は結婚に猛反対していたというおさむさん。あれから3年、初孫にも恵まれたおさむさんが今石田純一に思うこととは。まあ孫ができて、うん、なんて言うんだろう、ものすごく嬉しいし、うん、許す許さないという問題じゃないですよ。なくなってきたですね、やっぱり。お前も大変だなって。ああ、なるほどなるほど。だから子育てし、そうですね、年齢も年齢リコはいて、はい、頑張れよって、頑張れよと、体に気をつけて頑張れよ。そうですね、お父ちゃん頑張らんとあかんと。いいですよね、そういう風になったというのは。莉子さんから見てもそうです ねけど意外と最近まで出身系のあれだったんだなって。この孫ができてなかったらどうなってんだろうっていう感じですよ。親としてっていう。なるほどなるほど。せめての親の体、まあなんていうかこう抵抗、そう、うん、こういう意味で知恵の能力を認めたのか。やっぱりお父さんだけではあまりにも不安なので、長女の莉子さんが今日のターゲット。あの石田純一との確執に迫る。ちょっとですね、タクシーの方にもう用意しておりますので乗ってください。はい、乗ってください。乗ってください。もう不問を言わさず、はい、はい、乗ってください。すいません、申し訳ないです。そしてもう行きましょう。はいはいはい。さあ、それでは運転手さん、これまっすぐ行って、そして左お願いします。それだけ。はいはい、お願いします。とりあえず東尾親子の拉致に成功。実は以前に、はい、あの石田純一さんも、そうです、見させていただいたことがあって。聞いてます。聞いてます。主人は結構スピリチュアルなんですよ。スピリチュアル、お父さんがスピリットスピリットボール。それ違う、それマー君の得意な球で違うんですよ。
知恵さん、はい、ちゃんっていう知恵と申します、はい、そういうのってどこから出てくるの。あわいやもう普通に歩いててもあれってそうだいや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 スピリチュアルなど全く信用していないこの男おさむの衆アシュラの衆そうまるで刀身のごとく歩んだ人生はまさに修羅場の連続。手塩にかけた一人娘はあのプレーボーイ石田純一と結婚。当時相当冠だったおさむさん、しかし孫が生まれた今石田純一との確執はどうなったのか。その真相は石田と結婚するんだけども、はい、血を貰えなと許すのと両方でしょうけど、はい、終身刑みたいなもん、終身刑みたいなもん、なんとまるで囚人のような気持ちを抱いているという東尾修。今夜は石田ファミリーの知られざる愛と憎しみの本音に知恵が迫る。スピリチュアルターン。はい、さあ早速ね、はい、ちょっと始めたいと思います、はい、まずちょっとちえちゃん、はい、お二人皆さんちょっと、はい、本当ちょっと消しといてパパが電話するからね。だめだよ、ちょっと待って、ちょっと待ってじゃん。どうぞどうぞ。はい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 、はい、収録中なんで切ります。え、誰収録中なんで切ります。収録を遮ってまでよほどの緊急事態に違いない。全然大丈夫。あ、セコムさん、はい、セコムさん、すいません、はい、仕事中なので。何かありました？不機嫌そう。保育園。あ、ねえ、ごめんね。ええ。ちょっとじゃあ待ってください。私すぐじゃあ女房の方に電話しますので、折り返しまた電話させてもらいます。すいません。ワンちゃん。いや、セコムが来てお前、はいはい、女房は機嫌悪く。もしそうは。石田と結婚するんだけども、血をもらえなと許すのと両方でしょうけど、終身刑みたいなもん、終身刑みたいなもん。なんとまるで囚人のような気持ちを抱いているという東尾修。今夜は石田ファミリーの知られざる愛と憎しみの本音に知恵が迫る。スピリチュアルターン。はい、さあ早速ねちょっと始めたいと思います、はいはい、まずちょっとちえちゃん、はい、お二人皆さんちょっと、はい、本当ちょっと消しといてパパが電話するからね。だめだよ、ちょっと待って、ちょっと待ってじゃん。どうぞどうぞ。はい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 、はい、収録中なんで切ります。え、誰収録中なんで切ります。収録を遮ってまでよほどの緊急事態に違いない。全然大丈夫。あ、セコムさん、はい、セコムさん、すいません、はい、仕事中なので。何かありました？不機嫌そう。保育園。あ、ねえ、ごめんね。ええ。ちょっとじゃあ待ってください。私すぐじゃあ女房の方に電話しますので、折り返しまた電話させてもらいます。すいません。ワンちゃん。いや、セコムが来てお前、はいはい、女房は機嫌悪くなんか対応してくれないんだっていうか。セコム。どうやら警備会社と奥さんがトラブっている様子。おさむさんは奥さんにすぐ電話すると、仕事してるっつってんのうるさいけど今もう、まあ、もう途中なんだから。それでセコムから電話かかってきてすごいリアル。お前が対応してくれないって困ってたから。ミスターですか、セコムしてますか。ちゃんと話してるってこっちが仕事中なんだから。うちの母がちょっともうバカだよ。いや、いいんですよ、全然。まさにおさむの名のごとく、なぜか修羅場になる男、それが東尾修。すいません、えらい、すいません、全然いいです、全然。どうぞどうぞ。家のことで早速行きましょう。ダウンロード、知恵の不思議な能力の一つ、ダウンロード。まずは東尾親子のプライベートでの関係性を見抜くという。スピリチュアルを初めて体験するおさむさん、すると、
スプリットボール、それ違う、それマー君の得意な球で違うんですよ。チエさん、はい、チエちゃんっていうの、チエと申します、はい、そういうのってどこから出てくるの。あ、うわ、いやもう普通に歩いててもあれって、嘘だ、いや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 、スピリチュアルなど全く信用していないこの男、おさむの衆はアシュラの衆、そうまるで刀身のごとく歩んだ人生はまさに修羅場の連続。手塩にかけた一人娘はあのプレーボーイ石田純一と結婚。当時相当冠だったおさむさん、しかし孫が生まれた今、石田純一との確執はどうなったのか、その真相は。石田と結婚するんだけども、血をもらえなと許すのと両方でしょうけど、終身刑みたいなもん、終身刑みたいなもん。なんと、まるで囚人のような気持ちを抱いているという東尾修。今夜は、石田ファミリーの知られざる愛と憎しみの本音に知恵が迫る。スピリチュアルタイム。はい、さあ早速ね、はい、ちょっと始めたいと思います、はい、まずちょっとちえちゃん、はい、お二人皆さんちょっと、はい、本当ちょっと消しといてパパが電話するからね、だめだよ、ちょっと待って、ちょっと待ってじゃん。どうぞどうぞ、はい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 、それ収録中なんで切ります。え、誰収録中なんで切ります。もしもし、収録を遮ってまでよほどの緊急事態に違いない。全然大丈夫。あ、セコムさん、はい、セコムさん、すいません、はい、仕事中なので。何かありました？不機嫌そう。保育園。あ、ねえ。ちょっとじゃあ待ってください。私すぐじゃあネオモの方に電話しますので、折り返しまた電話させてもらいます。すいません。ポンちゃん。いや、セコムが来てお前、はいはい、ネオは機嫌悪くなんか対応してくれないんだっていうか。セコム。どうやら警備会社と奥さんがトラブっている様子。おさむさんは奥さんにすぐ電話すると、仕事してるっつってんのうるさいけど、今もまあもう途中なんだから、それでセコムから電話かかってきて、すごいリアル、お前が対応してくれないって困ってんだから。ミスターですか、セコムしてますか、ちゃんと話せって、こっちが仕事中なんだから。うちの母がちょっともうバカだよ。いや、いいんですよ、全然、全然まさにおさむの名のごとく、なぜか修羅場になる男、それが東尾修。すいません、えらい、すいません、全然いいです、どうぞどうぞ。家のことで早速行きましょう。ダウン